自分で作るようになるまで母の野菜炒めの作り方なんて分かってると思ってた。一年中切らさないよう畑にはさまざまな種類の青菜、生でシャキシャキ水菜、冬ロゼットになるターザイ、真夏にもできるつるむらさき、虫も大好き小松菜などなど、その時ある青菜を摘んで洗って切って炒めて味付け、手順は同じはずなのに母と私で歯ごたえが違う。取り頃を逃して成長しすぎた青菜でも母が炒めると美味しかった。私が作るとなんかいまいち。下茹ではしなかったはず。ニンニクを入れても入れなくても、ネギを入れても入れなくても、醤油味でも塩味でも肉入りでも、うん、味はいいんだけどな、筋っぽいんだよな。ある日セロリの筋取りしていて気がついた。青菜も筋を取ってみたら、おお、取れる取れる。当たりだった。また炒め物だけ？もっとひと手間かけた料理しようよ。適当ね。いただきます。ちゃんとひと手間かけてたんだ。ズボラで適当は私の方だった。